こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその48、年末の準備です。という話です。この年になりますと、1年が過ぎるのは本当早いですね。もう年末ということになってしまいました。今回はね、年末の準備についてお伝えしたいと思います。いつものようにね、まずお買い物の始めはコストコです。コストコは年末になりますと、だんだん物は高くなるという傾向にあるような気がしますね。またね、値段というか高くはなくても、例えばお肉の場合は、年末パーティーでいろいろ使う方が多くなるので、1パックに入っている量が増えるというそんな傾向にありますね。ですからね、もう我々老夫婦2人ですのでね、そんなにたくさんのお肉を買っても、絶対、食べきれないという状況にありまして、非常にね、普段と同じ量の、1パックに入った量ですね、そういったものを売ってほしいというところではありますけれども、やはり、コストコとしてはね、書き入れ時ということだと思うので、どうしてもそういったね、値上げではないんだけど、1パックの量を増やされるというね、ちょっと我々にとってはね、厳しい内容になっていますけれども、そんなね、売り方をされることが多いですね。またね、年末になって物がなくなるという可能性もありますので、これから、何週間まだ時間がありますので、少しずつね、そういった商品に関してはあらかじめ先に買っておこうと、値段が上がる前に買う、あるいは、1パックの量を多くされない前に買うという、そんな防衛策をこれからしていくというところであります。お買い物のまず最初は野菜売り場ということですね。さすがに野菜はね、果物野菜などは、買いだめはできませんのでね、これはね、年末パーティー時期に近くなって、例えばブドウとかですね、そういった果物を買いたいと言って今から買うわけにはいきませんので、これはね、もう諦めるしかないんですけれども、いくつかものによっては今の時期に買っておいた方がいいなっていうのがあるっていうのが、今こちらの現状ではないかと思います。そしてね、今日買ったのは、いつもこちらのチャンネルでご紹介している、ワシントン州の和牛ですね。こちらがね、ちょっといいのがありましたので、買いました。ただね、普段買っている量よりは、1パックに入っている量は多かったですね。そんなわけでね、少し工夫をして、多めのお肉は、料理をしていこうかと思っています。さてね、年末に向けてまたやらなくちゃいけないこと、これがね、やはりプレゼントを買っていかなくちゃいけないですよね。これも先ほどと同じ理由で、ギリギリになるとお値段が高くなったり、また品切れになったりする可能性があるので、今お店が混まないうちに、腐るものでなければ用意をすべきだということで、今向かっているのが、ベストバイという、これ家電量販店ですね。20年前にこちらに来た時は、このお店で随分ね、家電製品を揃えました。ところがね、アマゾンなどのその通販というのが、今では当たり前になっていますので、そういったお店にかなり押されてですね、この今から行くベストバイもあんまり活気があるとはとても言えない状況になっております。
いくつかあった家電量販店も、クローズして、今我々が住んでいる近くの家電量販店といえばこの1店舗しかなくなったという、そんなね状況であります。今日ねこちら来たのは、実はねギフトカードをちょっと買おうと思って、これもプレゼントなんですけれども、でこれが、今アマゾンでも売ってますけれども、アマゾンで頼むとそのデジタルコードを渡されるんですね。そうするとね、プレゼントとしてはね、なんか普通に紙をプリントアウトしてもね、なんかもらった気しないんじゃないかなと思って、やっぱりあのちゃんとしたプリントされたものですよね、製品と明らかに分かる方がいいんじゃないかということで、今ね、オンラインでオーダーしてここへピックアップするということでね、今その場所に向かっております。この場所は先ほど申しました通り20年前から我々利用している場所なんですけれども、なかなかね時代の流れっていうのはすごいもんですよね。そんなわけでね、オンラインで買って、物を探すことなくピックアップして、商品をね得ることができました。そしてね次に向かったのが、いつもご紹介している、コリアンのマーケットです。今日はねこちらでね買いたいものがあるのでこちら来てるんですが、その買いたいものというのは、ピーナッツですね。これローピーナッツ、全く味付けもしていない、取ったばかりの生のピーナッツ、これがねずいぶん昔も買っていて、自分で行って味付けをして食べるってことをしてたんですが、最近ねちょっとしてなかったんですね。そしたらね、やはりねピーナッツってこれ老人に結構いいんですよ、と私にいいっていうのもあるんですけどね、やはりねそういったピーナッツに入っている成分も、あまりねたくさん摂るのは良くないということですがね、定期的に摂るっていうのはいいことだということなので、それをね今買いに来ました。そしてね、先ほど行ったコストコで、お肉を買ったので、今日はねバーベキューというかその焼肉ですよね、焼肉をしたいなというふうに急に今思ったもんですから、今こちらに向かったのは、このコリアンマーケットで売られてるね、牛肉の売り場なんですよ。でそこでね目についたのがねこの牛タンですね。やっぱり牛タンちょっと食べてないなというふうに思いましたので、急遽ね今日はね牛タン買いました。そしてね、焼肉をやろうという今買い物を終えて、戻るという、そんなところであります。そろそろね、シアスとよく言ったもので12月、普段あんまり忙しそうに見えてないなという方々も忙しくなるという、そういう月ですよね。私も多分傍からは忙しそうな人に見えてないと思うんですけれども、そういったね人たちも、年末になるといろいろやることがあって、忙しくなるという、今回今月やらなくちゃいけないこと結構いっぱいあるんですね。例えば経理の処理もありますし、また年末に子どもたちを呼んでパーティーもしますので、その準備もありますし、その時にお孫ちゃんたちのプレゼントを考えなくちゃいけないしということでね、なんだかんだと言いながら、忙しくなさそうな私もこの月はいろいろ忙しくなるなという、そんなね感じがしております。こちらがね今日買ったねお肉、そして牛タンですね。それをね、すぐに食べてみました。久々のね牛タンと霜降りのお肉ということで、とっても美味しかったです。そんな年末の準備でありました。
ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。